こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。前回の動画で鬱の時に言われて嫌だった言葉というのを3つお話しさせていただきました。今日は逆に言われて嬉しかった言葉を3つお話しさせていただきたいと思います。ぜひね、前の動画と合わせてご覧いただきたいのでよろしくお願いします。まず1つ目ですね、言われて嬉しかった言葉なんですけれども、辛いねとかね、苦しいねっていう、何でしょうね、気持ちに同意してくれる言葉をかけてもらえた時に非常に嬉しかったことを覚えています。自分のね、身に起こった話とか、こういうことがあってこんな風にしたんだわとかいう話をした時に、そうかって、辛かったよねっていう風に言ってもらえるのが嬉しかったですよね。なんか認めてもらえたような気がするんですよ。で、確かに考え方は非常に偏っているから、その時の私が言っていた自分の思いっていうのは偏っていたとは思うんですよね。随分とこじれたものの考え方をしてたとは思うんですけれども、それを否定するでもなく、何でもなく、ただ、あ、そう思ったのねって、辛かったねって言ってもらえたことで受け入れてもらえたという気がしていました。だから、よく頑張ったねとか、偉かったねっていう言葉でもないんですよ。ただ本当にその時に私がどう思ったのか、感じた心を代弁してくれたことで、この人は私と同じ体験をしたら同じように辛いと感じてくれる人なんだっていう風に感じられるんです。だから、あ、なんか認めてもらえたような安心感というのが生まれてきますし、そうすると、うん、辛かったのって言えるんですよ。それまで我慢していて、自分が辛いとか苦しいっていう言葉というのは口にしてはいけないと思って、口にせずにただただ我慢してがむしゃらにやってきたので、うん、辛かったのよって言えるきっかけを作ってくれたっていうのも非常にありがたいポイントでした。だから先にそういう心の声を言ってくれるっていうのが、何回かそういう言葉をくれた人がいたんですけれども、すっごく印象に残っていますし、その辛かったねって言ってくれた瞬間に咳を切ったように涙がバーッと流れてきたという経験をしていましたね。だから突破口になる言葉だと思うので、気持ちを代弁してくれる言葉をいただけるのは非常に嬉しかったんです。次、2つ目なんですけれども、これは好きっていう言葉ですね。すごくやっぱ自己価値観というものが低いんですよ。私には価値がない、生きている意味がない、価値がないっていう考え方をしてしまっている時に、どんな状況でも、どんなあなたでも、あなたのことが好きですよって言ってくれる言葉っていうのはすっごく嬉しいです。たとえこちらから私には価値がないんだっていうことを言わなくても、思っているから、あなたのことを大事に思ってるのよ、好きなのよっていうことを言ってくれるっていうのは、慰めでも何でもないじゃないですか。ただその人が私をどう思っているかっていうことを言ってくれているだけの言葉なので、すっごい嬉しいんですよね。自分にたくさん鎧を着てしまっています。こんなことができない私とか、こういうことが耐えられない私、頑張れない私という、その自分の肩書きをね、作ってしまっているんですが、それを全部取っ払って、ただ生き物としての私というものだけを捉えて、だからどんなことしててもあんたのこと好きやでって言ってくれている、その気持ちを伝えてくれていることが一番の救いになりました。で、一つ目の時も言いましたけれども、偉いねとか、すごいねとか、頑張ったねっていう言葉っていうのは、どちらかというと認められてるという感じは受けないんですよね。だけども、好きっていう言葉はすごくこう最上級の承認を得たような、そんな気分になるんです。だから、もう何も飾る言葉はいらなくて、シンプルに好きっていうことだけ伝えてあげてほしいですね。この好きっていうのは、恋愛感情とか男女感とかそういうことじゃなくて、人間として好きっていう言葉であってくれる方がより嬉しいかなと思います。そして、受け取る側としても、そう、好きって言われた時に反抗せずに素直に受け取ってもらいたいなと思います。
はい、次3つ目ですね。3つ目、言ってもらって嬉しかった言葉なんですが、むしろ言葉はない方がいい、何も言わないというのが非常に嬉しかったという経験があります。何も言わずにただそばにいてくれるとか、何も言わずにただ良かれと思ったことをしてくれているということですね。例えば私が鬱だった時というのは、まだ子供が小さくて小学生ぐらいだったんですよ。だから自分が辛くても休むことができなかったり、病院に行きたくても行けないということがあったりもしたんですが、そういう時にちょっとお友達にお願いして、ごめんちょっと子供見といてほしいって言った時に、どうしたとか、何があったとか、他何かすることあるかっていう声かけをせずに、分かったよって言って、ただシンプルに子供を預かってくれる、これが本当にありがたかったんです。何も言わない、何も聞かない、ただしてほしいことだけをしてくれる、この関係ができていて時が一番ありがたかったですね。実際に、ね、そうやって子供を分かったって言ってスッと預かっていってくれて、その間にこう自分は病院に行ったりということもおっしゃったんですが、で後で子供を迎えに行ったら、ただただ子供たちがキャッキャ楽しんでるだけで、何があったとかも特に聞かずにいてくれたのが一番嬉しかったですね。詮索されるというのでもないんですけども、もちろんね、預かってもらうのに何の事情も説明しないっていうのは良くないことなんだけれども、だけどやっぱり言える状態になるまで待ってくれるというか、こちらから口を開くまで待ってくれるという態度がすごく、なんて言うんでしょうね、信頼してもらえているっていう感覚もありましたし、ただただこう何も聞かずに休ませてくれるということが本当にありがたかったかなと思っています。で、まあ、何も言わないでいてほしいっていうのは、なんかまあ言葉になってないので、まあ、あえてどういう言葉を言ってもらったら嬉しいかっていうと、どうしたらいいとか、どうしてほしいっていうことで、こちらに主導権をくれる感じですね。こうしてほしい、例えば子供預かってほしいとか、ちょっと洗濯物を干すの手伝ってほしいとか、そんなことでもいいんですけども、ただ何をしてほしいのっていうことだけを聞いてくれるっていうのが非常にありがたかったなと思います。聞かれたくないわけじゃなくて、話す気力もない時っていうのがあるんですよね。だからそういう時に、全て説明しないと預かってもらえないんだったらもういいかと思って諦めてしまうこともあるので、精神疾患で辛い方が助けてっていう SOS を出してこられた時は、何をしたらいいっていう、それだけを聞いてしてあげてほしいなと思いますし、できたらその辛い立場の方の方も、そういう甘えられる場所をね、お一人だけでもいいので作っておかれると、ほんの少し気持ちが楽になるかなと思います。はい、ということで今日は、私がうつ病だった時に、言ってもらえて嬉しかった言葉ですね、辛かったねっていう感情に同意をしてもらえる言葉、あと好きっていう言葉ですね、それと何も言わずに迎え入れてくれるという、この言葉のいらない関係みたいなのがね、あった時が本当に嬉しかったし、救いになりました。だからまあ身近でこういう思いをされている方がいらしたら、ぜひね、あまり否定せず励まさずということで、できるだけフラットに受け入れてあげてほしいなと思います。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたら、チャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。